はいえー、ホワイトベース内放送でございいます。はいえー、今日はですね、先日から割とあとソーシャルメディア上で、えー、出てくるですね、えー、幅寄せ、自転車に幅寄せをしたと。ねあのー、で、無理に追い越して、えー、交差点で左側に車をびた付けして、進路を塞いできたと。で、さらに、えー、塞がれた方の自転車は、 あその前に止まってる車の左側を、こうよこいしょ、よこいしょ、こいしょ、隙間をこう入っていって、で、ドライバーの顔まで撮影して、で、その後赤信号が青になって、えーまあ、急発進して車が前を走り抜けていったと、えー、こういう映像があ、まあ、出回って、炎上していると言っていいのかな。炎上というのはですね、 えーまあ、なんていうか、極端に表現すると、ですね話題になっているということです。で、その話題になっている中で、えー、まあ、批判的な意見というのが目立つものを、概ね炎上と言います、はい。肯定的意見が目立って、称賛されているものを炎上とは言わないんですね。はい、で、今回何が問題かというと、まあ、 道路交通法上は自動車は間違ってないわけですね。道交法上を交差点で左に寄せて止まるというのは非常にこう当然のことです、はいで。さらにそれを軽車両である自転車が無理に追い越して、しかもまあ動画撮影までしていくということについて、えー、まあこれは自転車の方が悪いということになっているんですね。ただ、他の正反対の意見もあってですね。 えーまあ、その車の追い抜き方、割り込み方というのが、えー、かなり強引すぎると、ね、それは道、あ、交、のー、法上は、うん、厳密に言えば合ってるかもしれないんですけど、さらに厳密に言えば、これは危険な行為なんじゃないのかと、ねえー、おそらくそういった反対意見があるからこその炎上なんじゃないのかなと思います。はいでえーっとまあ、これについて 私からそのコメントするとしたらまあなんて言うんですかねあのー、まあ両方ともとりあえず、あのー、座禅の修行でもした方がいいんじゃないかなっていうところですね。 はい、まずあの道路というのはですねどっちが正しいとかルールを守ってるとかっていうことではですね事故が防げないんですよあの。ルールを守って走っているからといって道交法上問題ない走りをしているからといって事故らないわけじゃないんですね。まあ、これ皆さんんよくご存知だと思います、はい、なのので法ははもちろん守るのは 大切なんですけれども、やっぱりその争いごとにならないようにですね、えー、一旦そのペースを下げるとか、まあ、様子を見るとかあのフェードアウト自分の方からフェードアウトするとかあのそういう駆け引きというのがですねどうしても必要になってきますよね。はい でまあ、その最たる例がですね、えー、今回のことだと思うんですけども確かに道こ法上悪いのはですね自転車なんですがまあ、ドラレコの映像だけではよく判断できないんですけれども、まあ、こ今回、この前にこうわっとこう飛び出してるです飛び出したのその前にこう出て左側にビタ付けして止ま,止まった。 車というのは、どうもですね地元ではかなり有名なあ、手洗い運転をしている人らしいんですね。あの確認したわけじゃないんでわかんないんですけども、でえーまあ、そういったことが頻繁にある中で、今日もこういうことがあったというような内容だったようですね。はい ただあの、あの状況っていうのは、なんで僕、動画にしようと思ったかっていうとですね、バイクでも起こり得るんじゃないのかなと思いましてですね、でバイクもすり抜けする人多いと思うんですけど、僕、あの状況だとすり抜けないかな。ね、すり抜け、僕もたまにしますけれども、相当その安全マージンを取って、まあ、その抜く相手がああのちゃんと良識がある人かどうかっていうところは非常にこう気にしますね。 あの例えば非常にこう広く間が空いてるところで前に出るときにわざわざこう寄せてきてブロックしてくるような人が前にいた場合ってかなり危険になりますよねだからそういうときかもしくはそ,れそうかどうかわからないときっていうのはやっぱすり抜けしないです、はい、でそれもわからずにこう出ていったりだとかあとは前,に前の人が、ね、左に寄ったからって自分に幅寄せされたと思って仕返し根性で無理やり前に出て動画撮影するとか、まあ、これはもってのほかですよね,ねあの 競技ではないし、なんかこう、論争しているとか、誰かに勝つとかね、そういうことではなくて、安全を確保しながら、あそのそこの道、道路というものを使うっていうのがですね、あのまあ我々に課せられた、まあ、義務なわけですよね。で、そこで、お前が悪い、お前が悪いってやってですね、あのー、お互いにこう喧嘩になって、で、ああいうその晒し合いをするというのはですね、 あのー、まあなんというか見にくいなっていう感じはあしますね。はい、ただまああのー、ねえほんとルール上で言えば自転車が悪いの一言でばって終わりなんですよ。あれはねルール上の話で言えば自転車が悪い。で特にそのね自転車の人たちってそのブレーキをかけるのと再加速するためにこぎ出すのを極端に嫌がる人いるんですよ。 その要はブレ、自転車はなかなか加速できないんだっていう意見だと思うんですけど、まあ、それは僕にとって不思議なんですけどねあのいや。トレーニングしたくてやってるのになんでそのこ,こぎ出すの嫌がるのっていうのはね、すごく思うんですよ。で、それ、その、そ,のそういう根拠なのか、前、まあ、そういう話もあったし、で、今回どういう根拠でかわからないけど、左側を無理やり前に出て、その、交差点でね、詰まってる左側を無理やり前に出てこう、動画を撮,撮っていくっていうのは非常に感じが悪い。ね。 あのやらなくていいことをやってるわけですよ。だから炎上してるんですね。あれがもしそのそういうその無理やり前に出るとか、あの動画を相手の動画をね、こう顔を撮影して晒すとかそういうことをしないで、まああの後ろからの乗用車があの急急に急な動きで、えー、前に出たっていうことだけの話だったら。 あこれは車の運転手さんちょっと良くないねっていう逆にそういう話になったろうし特に炎上はしなかったんじゃないのかなと思いますはいあのいいですか、まあ、まとめるとルールにのっとっている動きをしているからといってですね、まあ、全てが正しいわけではないわけですねあの全てが安全なわけではないんですよ左側に寄せて止まるのはあの当たり前なんですけども まああの自転車なりねバイクなりがいるときに、それをこうある程度接触の危険を犯してまでやるっていうのは、明らかに誘引なり危険行為なりっていうことをまあ含んでいるのは仕方がないし、そこを指摘されてもしょうがないと思う、ね。 で、えー、ただ逆にその自転車の方が自分が優先であるかのような勘違いをしてで相手の悪いところばかり咎めて天津さえ視界しに,にかかるというところが非常に醜い <laughs> 非常に醜いし良くないかなとだからこそあの僕はちょっと2人ともねあのどちらも、まあ、座禅の修行でもした方がいいんじゃないのかなと。 と思いました、はい、でオートバイもそうなんですけども、あの結構ね、オートバイとか、まあ、僕はあの昔、軽トラだったんで、えー、そういう車に乗っているとです、ねえー、大変にこう舐められるというか、あ非常にそのこちらの命を軽んじるかのようなです、ねえー、運転をしてくる人というのはいます。はい、でただ、それに腹を立てたところで,です、ね、仕返しする方法は結論から言うとないんですよ。 警察に訴えてみてみも無駄です、はい、例えば本当に接触事故が起きて前,前後の資料があって100ゼロで向こうが悪いというのだったら何かしらの方法あるんですけどもそうじゃない限りどうあがいても双方の責任になるんですよ。ということはライディングテクニックやドライビングテクニックを磨くよりも起きたことに対して心を沈める修行をする方が先決なんですよ。明強しの心ですね もらい事故であっても、事故ったのであれば、それは本人の責任なんですよね。って,っていうのは、これは、運送業界のひの古いい人の話です、はい、ですもら事故だってその運送業者さんってさ、お客さんの荷物をこう背負って走ってるわけだから、それを安全に届けるっていう、ですねそういう仕事が、もらい事故だが原因であっても、完遂できないというのは、本人の責任になっちゃうわけらしいんですよね。 ね、これはまあすごくこう深い言葉だなと僕は思います自分のためだけに自分一人で乗って運転してるというのだったらもらい事故はあの不,不運な事故としてですね、えー、まあなんていうんですかね情状酌量の余地があるあの同情されて、えー、で自分も辛い思いをして憤、えー、りを感じつつも自分の責任ではないっていう部分はあると思うんですけどもねあの何かを乗せて走ってる人っていうのがもらい事故であっても自分の責任になるそうですよ でそういうところを考えてみると、まあ、別にそれ自分のために走っているのであっても、あの自分の命、自分のことを心配している人っていうのは、やっぱ他にいるわけだから、まあ、自分だけの責任、自己責任だからっていうわけには、やっぱいかないのかなっていう気はしますね。はい、ねなので、えーまあ、今回のね、えー、来てたあの,あの動画に映っている。 ような車のの運転の仕方まあとりあえずその左に寄せて止まるのは当然なんですけれどもそれでもやっぱりあの巻き込み確認というかですねやっぱ車線変更をするときに後ろから何か来ている可能性っていうのはやっぱ十分にあるわけですねでそれに接触する危険を冒してまで急なハンドル操作というのはするべきじゃないかなと僕はまあ思いました3つの急ですね急、えー、急加速急ブレーキ急 9,000回ですね。これはあ避けなくてはいけないというのはですね、ライディングスクールの世界では非常にこう当たり前の、安全指導の世界で当たり前の話です、はいね。そこをおろそかになっていたからこそ炎上しているっていう批判の要素があったのかなという気がします。はい、ただあーそ、何回も言うんですけども、も前後状況から考えて、まああの、自転車の人も意地が悪いんですよね、あれはね。 ねまあ、そういうのを今日も僕今日実は道志村行ってきたんですけどもまああ,あの辺自転車も多いんですがね、えー、やっぱ変な自転車いますよ変な自転車いるっていうのはねあのー、僕そのなんつうのかなうんとまあ誤解を恐れずに言うのであれば自分の方が偉いと思ってるんですよ変な自転車っていうのはねあの弱者優先の鉄則はあるにせよ それを逆,逆,逆手にとって、例えば下り坂だからってね、あの非常にこうスピードを出して、えー、道路の真ん中を複数台で走ってみたりとか、逆にですね、まあ、下り坂でスピードを出す,出すことができるのであれば、上り坂はスピードが落ちるわけですよ。スピードが落ちているところも集団で団子で走って、で天津さえ後ろの車に対してもですね、えー、決して道を譲らない。 でそういうのは非常に悪質だと思うしで信号が現れれば、ね、信号を無視してしまう。 無視して前に出る。で、また後ろの後続車を邪魔,邪魔すると、進路を妨害する形になってしまう。こういうのがやっぱ悪質だと思うんですよね。やっぱり軽車両である以上、動向法を軽車両分守る必要があるし、で、スピードが出るのであれば、そのスピードに応じた安全義務というのが出てくるわけですね。今日だって下り坂で僕、時速40キロで走ってたら、ですね、自転車に抜かれましたよ。<laughs> あれ、50キロ以上出てるよね。ね なんかそういうのとかが、まあ、日常的にあると、ですね、えー、自転車への心象も悪くなるし、僕,僕から見ても最悪だし、でえーまあ、そういうのが、ねえー、非常にたまりにたまってで、自転車に関しての罰則が強化されるようなあ事態というのは、もうすでに、えー、閣議決定してるわけですねで、そういう追い風もあって、やっぱり自転車へ、えー、のですね、えー、そうしたあその厳しい視線というのは強くなっているか,そこからこそ、今炎、炎上ということになったのかなと。 思いますはい、だからね、やっぱバイクなんて昔からイメージ悪いからあの、バイクの人たちもやっぱ気をつけなきゃいかんと思うし、で僕もやっぱり、あのセル抜けは全くしないとは言わない、ですあの。安全マージンを見込んでするとは言ってても、することはするんです、だからやっぱそういう時はね、あのぜひね、こう挨拶をするべきかなと思います。 えー、すみませんでもいいんですけどなんか挨拶をするとか、えー、まああややっていいのかっていう話なんですけどもあのやらなくて、えー、も済みそうや,らなくやってもやらなくても到着時間が変わらないとかですねそういうことであれば、まあ、極力やらない方がいいんじゃないのかなと思いましたやだね監視社会総合監視社会でもしかするとそのうちはねあの僕があすり抜けをしたらそれを恣意的に撮影されてであこれはホワイトベースの二宮だっていうことで動画が拡散されてしまうそういう日が来てしまうのかもしれない だからしないように極力は気をつけてますけれどもね。 というわけで、えーまあ、あの動画の顛末を見て、えーまあ、ちょっとあの思うところがありました。最初はね、僕もあのこんな自転車が終わりで、えー、終わりなんじゃないのって、あのー、いつまでみんな話題にしてんだろうって思ったんですけども、まあよくよくう他の人の意見とかを見てみるとね、ですね、まあ、過失がないにしろ、車側の運転、まあ、この幅寄せ常習犯の,の車側の動きっていうのも、ちょっと危なくないかなとこういうコメントを見て、うん、確かにそうか なと思いましてですね、えー、コメントさ動画を撮らせていただきましたはいえー、というわけで僕の動画見ていらっしゃる方はああいうそのねトラブルに巻き込まれないように、えー、気をつけてくださいはいあのもう一番いいのは車間距離ですああいうその自転車の人も車の人もあ,あなんか普段から怒ってるような人とはもう,もう見えない声聞こえないぐらいもう遠く ましょう、ね、で僕さっき同志レジャーランドで撮った動画でも喋ったんですけどなんかね最近怒ってる人多いよね普段から電車に乗るとよくわかる怒ってたりそのむしゃくしゃしてたりイライラしてたり不安だったり辛かったり あのとにかく精神的に追い詰められている人がなんだか多い気がします、はいで。都心に向かう電車に乗って帰ってくるとそれがやっぱね、こう映ってくるんだよね。だからすごい自分も不安になって、なんかいろんな将来に対して恐ろしい気持ちになったりとかします。で、皆さんね、この携帯という小さい画面の中に救いを求めて、そこに張り付いているわけですね。10人いたら9人が携帯を見ている形になってます。で、それで何を見ているかっていうところまでは画面を覗き込んでるわけじゃないのでわからないんですけれども、なんか なんかそういうい精神状態っていうのはやっぱ車やバイク自転車等の運転にもつながってくると思いますで、まあ、こういうのにね何か原因があるのかって言ったらまあやっぱり日本の経済不安が一番原因なんじゃないのかなと思うんだよねでそれ自体っていうのは、まあ、すぐに好転するわけではないしなんかそのね秘策があってねなん,なんかどうにかなるとか政府がなんとかしてくれる政府なんかその上絞り取ろうとしててさら、ね、にそのガソリン値,だ値上げしようみたいなね値上げって その補助金なくそうなんていう動きになってるわけだから、要はね、我々にと,とってはその国まで、政府までが味方ではないっていう状況なんですよ、だからこうやってみんな、あこう普段からね、カリカリしてる、不安だったりと、あの心、進退、落ち着かないのかなと思いましたね。 はい、ただ、それを自覚しているのと、こう、無自覚になっているのとでは違いますし、少なくともね、えー、車、バイク、まあ、自転車もそうですけども、あの乗り物に乗るときっていうのはあ、一旦落ち着く必要があるのかなと、やっぱり自分自身も、えー、思いました、はい。というわけで、えー、そういう時に皆さんと皆さんと交わす言葉っていうのも、一言しかいつもなくて申し訳ないんですけども、頑張って生きていこうぜ、頑張ろう。 ね、それしかない、ね。自分を助くのは自分だけです。ね、なので、えー、前を向いて頑張っていきましょう。はい、以上です。失礼します。